どうも、ペイチャンネルでございます。今日はね、ペンタックス散歩スペシャル in 名古屋まとめと題してね、お送りしたいと思います。で、この間先日ちょっとね、名古屋の方に行ってきまして、皆さんと一緒にちょっとペンタックス散歩ね、スペシャルをやってきたんです。で、遠藤寺商店街っていうところね、ちょっと回ってきました。使ったカメラはこちら K3 Mark III モノクロームとモノクロームですよ。あと DA70 のリミテッドになります。中望遠レンズでね、街を撮るっていうのはなかなか皆さんピンとこないかもしれないんですが、意外とね、意外といけます、意外といけます。で、まあ、今回テーマにしたのは、切り取り、まあ中望遠ですからね、当然ですね、一部分を切ってくる切り取りと、あとボケ、まあ当然ボケも聞きやすくなる。で、このレンズ開放 F 値は F2.4 ですから、ですからこの時も、普段プログラムモードよく使うんですけど、絞り優先にして F2.4 開放にしましょうね、なんてことをやっていました。で、あとは引きっていうのがね、これ周りを入れる感じで、全体を入れる感じの撮り方、ちょっと遠くのものを撮っていこうっていう、この引きができるようになると、結構街中でもね、中望遠レンズ、この DA70mm リミテッドね、使っていただけるんじゃないかなと思います。 35mm 換算でだいたい 108mm ぐらいの価格になるんですけど、意外とね、使いやすいです。はい、使ってみると使いやすいのでおすすめでございます。で、まあ最初ね、会場でちょっと、まあ皆さんの、まあ、使い方じゃないですけどね、お話ししてスタートして、最初に撮ったのはこういう映り込みをね、撮ったんですね。まあ、この日、まあ、中望遠というのもあるので、こうやって切り取ってあげることによって非常にね、いい感じになりますよね。あ、で、今回の設定としては、まあ、ハードというのを使いました。 K3 Mark III モノクロームにはスタンダードとハードとソフトっていうのがあるんですけど、今回はハードっていうのをベースにしています。ただちょっとハード結構強いんでね、強い感じ、コントラストも強いの で、キーもちょっとローキーになってるんですけど、まあ、今回は調色でセピアっていうのを入れたんですけど、まあ、セピアに合わせてちょっとそのね、ハードになってる部分は戻したりとかっていう風にしています。まあ、細かい設定に関しては概要欄の方にね、貼り付けておきたいと思います。ですから、まあこういう風な感じで撮ってても、まあちょっと柔らかい感じね、なんていうんですかね、優しい感じというか、こうちょっとこうね、懐かしいような、あったかいような感じになるっていうのが今回の設定になります。まあ、でね、会場から商店街までは10分弱歩くんですけど、ついついこうね、映り込みをずっと探しちゃったので、こう目が映り込みを追いかける目にね、ちょっとなってたりするので、また縦でこんな風に撮ったりしました。シンプルでしょ、モノクロと一緒ですから、こう光ってる部分だったり、こういう白い部分だったりっていうのをポイントにね、してあげるといいと思います。で、ちょっと歩いてると、まあ道草にこの、なんて言ったっけ、こうもじもじ昔やりましたね、もじもじやった、絵のころなんだっけ、だったっけな、忘れちゃいました、ちょっと名前忘れましたけど、この草が生えてたので、で、大体上から撮っちゃうんですけども、完全にこれはしゃがんでね、撮ってあげる、しゃがんで撮ってあげることによって、後ろ奥のね、こう奥行き感とかっていうのも出てきますね。背景処理がね、綺麗にできますよね、できますよね。上から撮るとやっぱり背景近くなるので、絞り開放 2.4 っていうのを使ってても、やっぱり背景の存在感って出ちゃうんですよね。ですから遠くのものにするようにしていました。で、ずっと切り取りとかね、ボケをずっと意識した撮り方してたんですけど、まあ商店街の方にやって入ってきたので、まず最初にこの引きっていうのを撮りました。やっぱり引きってある、結構意識しないと、中望遠レンズね、こういう引きって意識しないと撮れないので、まずそれを思い出すためにこの引きっていうのを撮ってあげて、まあこれポイントは、このちょうど光がね、斜めに差し、横から差してるじゃないですか。この商店街いいのはね、横から光が入ってくるんですよ、昼間ね、昼間だから、すごくアクセントに、その光がアクセントになってね、撮りやすいんじゃないかなと思います。ただ、そのアクセントになってる光のところに人が入ってくる、そうするとちょっと離れたしね、人物が小さくてもポイントとしてすごく目立つようにはなります。はい。で、やっぱりちょっと切り取り気になるので、ちょっとこの隙間からね、こう重機がね、見えたのを撮ったりしました。まあ中望遠レンズですから、こういう切り取っていく感じで、自分が気になるところを切り取っていくっていうのが、まあ基本になるとは思います。で、これは何かっていうとね、ボケなんですよね。ボケを意識、まあよくボケで、よくまあ後ろの方のボケもありますけど、前ボケっていうのを作るとね、結構これね、作りやすいんです、作りやすいですから。これ何をやったかっていうと、立ち入り禁止みたいな、よく立ってるじゃないですか、立ってるじゃないですか、工事現場とかでもあるようなやつ、それの隙間からね、レンズを覗いて、ですから前ボケにする、その立ち入り禁止とかって書いてあるやつのもうところまで、ギリギリまでレンズ近づけてあげると、結構細い隙間から向こうの風景しっかりね、見えたりするんですよ。でもちょっと手前には前ボケが残って、ちょっと不思議な感じになる。
で、まあこれもいいんですけど、この時もやっぱり引きの発想ね、引きの発想で人物がちょっと遠くなるようなタイミングを待ってあげるとこんな風になるので、もっと商店街の雰囲気ね、出てきますよね、出てきます。で、まあそんな商店街の雰囲気を撮ったのはこちらなんですけど、まあこれちょっとね、悪くないと思います。悪くないと思うんですけど、まあ撮りましたねっていう感じになるので、ポイントになるのはこの上のね、上のこう、ロープみたいなのが垂れているところがやっぱりポイントになるので、まあ、そこが目立つように撮ったのがこちらの写真になります。ですから街角を撮ってくる時も何がその自分がね見た風景の中で一番気になったかなっていうことをちょっと考えていただいて、そこが目立つようにしてあげる。で、そういうところを切り取りやすいのはこの中望遠レンズのいいところではあります。で、そんなことを言いながらね、ちょっと脇を見たらね、こんな風にちょっと煙突がピッてて青い空の中にね生えてたんですよね。生えてた。まあこの日すごく天気が良くてですね、空気も澄んでいて、ちょっと暑いくらいでしたね。暑いくらいの感じだったんですけど、まあこれできるだけシンプルにね、見せたいなって。奥にもう高い、この左手の方にね、もうちょっとカメラ振ってしまうと、高層マンションは建てたりするんですけど、あえてそれが入らないところをまず探してね、自分でポジションを探して撮ってあげるっていう。やっぱり写真って基本的にシンプルにね、するのが一番いいんじゃないかなと思います。で、シンプルにするとこういう風にね、ちょっと光が入ってるだけなんですけど、まあこういうところも、撮ってあげる。で、特にまあこうやってモノクロとかセピアにしているとこういう光のね受けているところなんか際立ってきて、 あの目で見るとあんまりこれ実はね綺麗じゃなかったりするんですけど、まあ、モノクロはねそういうところを隠してくれますからいいんじゃないかなと思います。で、ちょっと脇の方に入っていたら、まあこれね本当は気になったのね、奥のベンチのお父さんなんですけど、直接撮るのもあれだよね、なんかこの人直接出すのもあれだよね、まあ声かけてね撮らせてくださいって言えばいいんですけど、ちょっとそうじゃないんだよなって、こう雰囲気を出したかったんだよね、出したかったの、座り吸ってる姿の雰囲気を出したかったので、まあ手前にある灰皿にピントを合わせて、まあ奥で、まあ、シルエット形ボケた形っていうので、まあお父さんに登場してもらったって。まあでもね撮りながらね、もう明らかにこっちを見てるわけ、お父さん。なんでまあ撮影終わった後はまあ背面のモニターね見せながら、こんな風にちょっと撮りましたよなんていうことをご挨拶させていただきます。そしたらなんかお父さんね、帽子だけなら撮っていいよなんて言ってましたね。で、まあ今日もちょっとねこれ見ていただくと結構派手なのを着てたりするんですけど、長くの時もこれで行ってましたから、で皆さんからね、参加された皆さんから、先生それどこで買うのって、そんな風に、ね、聞かれたりしました。で、結構靴も派手なのを、まあ、履いていたりとか、今日はちょっとマフラーグレーですけど、こんなのも赤くしてみたりとか、結構派手派手でね、でサングラスかけて怪しい感じで、まあ、街を歩いていますが、まあ、街撮るときに基本的に僕気をつけてるのは目立つようにしてます。逆に目立った方が周りの方が諦めてくれる、あ、こんな風に写真撮ってる人がいるんだなっていう風に諦めてくれるし、目立ってれば声もかけやすいじゃないですか。で、まあ、今回このねお父さんみたいに向こうが明らかに気にしてるななんて思ったら、もうこっちからね、こっちから声をかけてって後ろ見せて、で、いやいやそれまずいよって言われたらすぐ消せばいいんですよ。すぐ消せば大丈夫。そうすればね、すごい、街の中でもね、写真で、ね、撮りやすくなってくるんじゃないかなと思う。ですから、できるだけ堂々としてみてください。はい。で、まあ、こういうふうなね、光ってるものがあったりすると、ついついね、撮っちゃったりするんで、あ、かっこいいなぁなんて。まあ、モノクロだとやっぱりね、こういうコントラストね、輝いてる部分とクロームのね、輝いてる感じとか出すと、すごくね、撮りやすいです。で、これ気をつけた方がいいのが、自分が映り込んじゃうパターンですよ。ね。次の写真見ていただければわかるように、ついこれ自分がね、ほら、ちょっと派手でしょ、派手なやつ映り込んでるじゃないですか。まあ映り込んじゃう場合が多いですね、多いですね。まあそれを自分ね、映り込むのもいいんですよね、いいんです。わざと映り込ませるっていうのも一つの方法なんですけど、まあ映り込まない角度っていうのを選んであげるといいかな。そんな風に思います。脇の方のね、この試験堂っていうんですか。ここもね、なかなかね、いいんですよ。古い建物がいっぱいあってね、で古い、長屋みたいな感じの建物、木造建築が残っていたりして、まあ、そこに新しいお店が入ったりして、なかなかね撮影すると面白いんですが、ちょっとこの日はね時間がなかったので、ここはまあちょっと回れなかったんですね、回れなかったんで、ちょっと遠くからね眺める感じで撮ったのがこの1枚になります。じゃあ最後こうね、皆さんともじゃあ最後もう一回集合しましょうって言ってね、集まったところでパッと目についたのがこの自転車だったのね、自転車だった。
でこれはまあ参加者の方にも説明したんですけど、奥のねボケの感じ、奥にねなんか人が集まってたんですよね。人が集まったのですから、まあちょ黒いっていうかセピアでね落ちてるんでわからないんですけど、でもそこに人がいることによってそこに写真の中にあったかさみたいなのが出てくるので、やっぱり背景ね、街で撮るときもポートレートだけじゃなくて街で撮るときもちょっと背景とかね周りの雰囲気ね意識していただけると良いかな、そんな風には思っております。では最後まとめでございます。街角は中望遠レンズから、街に出てね、街角写真で僕ずっと昔から呼んでるんですけど、何気ないところを撮ってみませんかっていうのが、まあ、街角写真って言うんですけど、まあ、そういう写真を撮るときにはまず中望遠レンズからやっていただいて、自分の好みを知っていたり知ってみたりですね、気になるところをこうかっこよく切り取っていくっていうのをやっていただけると良いかなと思います。そしてくれぐれもコソコソしないね、堂々と構えて撮りましょう、しっかり撮りましょう。そうすることで周りの人にも認知されると思います。で今日ねこの辺で終わりたいと思います。チャンネル登録とね高評価の方もぜひよろしくお願いいたします。ではまた皆様とお会いいたしましょう。